植物解剖学とは、植物を対象とした解剖学の一分野である。あるいは植物学において解剖学的アプローチをする分野である。植物の構造や形態を観察し、その機能や病理の解明を行う。起源は古く、古代ギリシアのテオフラストスによる研究が知られている。16世紀のスイスの医師で、植物学者のギャスパール・ボアンは、 植物分類学に二名法を導入した。1596年には、ピナックスシアトライボタニサイを出版。同書は種の命名に二名法を採用した最初のものであり、分類基準には、神話性つまり自然な関係があることが含まれそれは、しばしば構造に関するものであった。17世紀後半には、植物の解剖学が現代科学風に、 洗練されていった。イタリアの医師で、顕微鏡の使い手であったマルチロマルピーギは1671年に、自身の研究成果をまとめた、アナトミア・プランターラム、植物解剖学を出版。これは、植物生理学における、アリストテレス以来の大きな一歩となった。一方、英国の医師ネヘミア・グルーは1672年に、 アンイデアオブ、エーフィロソフィカルヒストリーオブプランツを出版。1682年には、ザ・ーナトミー・オブ・プランツを出版。グルーは、細胞の存在に気づいた人として、名が挙げられ、彼自身はそれを、ベシクルズや、ブラバーズなどと呼んだ。また花を、植物の生殖器だと正しく見抜きそれの細部について、記述した。植物解剖学の研究でもやはり解剖を行う。 一般論を言うと、植物の場合、茎、葉、根、果実などが、外から見て、すでに明確に区別できるようになっていることは多い。わけなので、それらを切り分け観察。個々の部分をさらに切り分け観察。スライス試験微鏡で観察する。必要に応じて染色も行う。ありがとうございます。